はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、ももすけです。アルインコから新機種の特定省電力トランシーバーレピーター専用モデルが登場しましたので、今日は速報といってもごめんなさい、ちょっと他の動画の関係で出すのが遅くなってしまいましたが、新機種情報をお届けしたいと思います。はい、今回アルインコから発表された新機種、特定省電力無線コンパクトマルチレピーター屋内型 DJP116R についてお話ししたいと思います。特徴レピーターがここまで小さく設置が簡単になりましたというキャッチコピーにあるようにですね、今回のこのレピーター専用モデル、まず大きさの話をしておくと、高さ67ミリ、幅43ミリ、厚み22ミリということで、実際に皆さんが知ってる機種でいうと本体の大きさってほぼこんな大きさ、DJP321 の本体、こうやって手にすっぽり収まっちゃうぐらいですね。こんなサイズ感のレピーター専用機が出てくると。もちろん DJR200D とかもね、結構ちっちゃいんだけども、それよりもさらに2回り3回りぐらいね、小さいような感じのサイズ感になっています。でこれレピーター専用機ですので、アクセス機とかね、シンプレックスとしては使えないものになっております。見た目的にはこちらです。ちょっとなんかこうトランシーバーのイメージと違うっていうか、なんか Wi-Fi ルーターみたいなね、雰囲気の本体になっていますが、白色っていうのもね、屋内専用モデルということですので、屋内で使うことを想定してなのかなというふうに思います。はい。でこの白い本体の部分が、DJP321 と同じかそれよりねコンパクトな感じで、もう本体にはですね、あとは簡単なスイッチかな、本体には本当ですね、ボタン類っていうのは目立ったものはなくて、背面に USB の、A ですね、タイプ A の、コネクタがそのまま出てるというような感じのものになります。で実はですね、これ本体これだけなんですけども、付属品として USB アダプターが一緒についてきます。こうやって、本体とUSB アダプターを連結することによって、電源がコンセントに差し込むと、電源が供給されて稼働するということで、こちらの設置例にあるようにコンセントにそのままブスッと挿してレピーターが稼働するということで、結構ねこれなんかアイデア製品なんじゃないかなっていうふうに思います。屋内型のレピーターっていうのは過去にアルインコでもありましたし、他社からも出てるんですけども、ここまで設置を簡単にしたものっていうのはね、初めてなのかな、ちょっと僕は知らなかったら申し訳ないんですが、本当初めてじゃないのかなっていうふうに思っています。はい。簡単に特徴を見ていくと、中継波全27チャンネルに対応してます。27チャンネル機になります。シンプレックスは、全く対応してないということですね。で、対応呼吸を使えば DJP116R を4台まで無線連結してワイドな通信エリアを実現ということで、アルインコ独自のこの無線での、連結レピーターにも対応していると。設定は専用ソフトのほか対応呼吸のリモコンモードでも行えるので、 PC がない環境でも設置が可能。アンテナは折りたたみ回転式高性能4分の1ラムダアンテナを採用ということで、4分の1ラムダフルサイズ短縮なしのアンテナになっています。はい。今のところから分かることは、まずねこのチャンネルの変更とかは基本的に USB でパソコンにつないで行う、設定するっていうことですね。基本的にレピーターって、設定したチャンネルとかグループコードそのままでね使い続けることが多いので、全然ここは問題ないんじゃないのかな。普段むしろ僕らが使ってる DJR200D とかね、あの手のものが、無線機のスイッチで簡単にこう変えていけるんだけども、本来レピーター専用機ってね、そんな簡単に変えられるようになってないんですよ。 200D とかはトランシーバーにもなるしレピーターにもなるから、ああやってボタンでね簡単に設定変更ができるんだけど、レピーター専用機ってもともとアルインコさんのものでも、ジャンパピンのね
設定変更を行ってチャンネルを設定するとか、まあ、そんな感じのものが今まであったので、まあ、それが PC になるっていうのはむしろ使いやすいんじゃないかな。あとこれアルインコ、まあ、前から採用してるけども、まあ、呼気からリモコンモードで設定変更っていうのもできるのですが、まあ、これが今回も対応しているということで、まあ、パソコンなくても一応、まあ、設定はできますよっていう感じだけど、まあ、最近はねほとんどパソコンある環境がほとんどだと思うので、まあ、皆さんパソコンに接続して設定変更してね、まあ、使うんじゃないかなというふうに思います。はい、というような特定省電力無線の、まあ、レピーター専用機が発売されたということで、はい、あれなんか注意事項にあんまり高いところに設置するなみたいなこと書いてあるな。アンテナを下にして USB アダプターを介してコンセントに直結するのは短期間の仮設には向いていますが、常設すると抜け落ちて怪我や故障するリスクが高くなりますって書いてありますね。まあ、この辺はね多分ねメーカーさん難しいんだと思うんだよ。基本的にレピーターだから高いところのコンセントにつけて使ってほしいと思うんだけど、まあ、落ちてきてなんか当たったやんとか壊れたやんっていうねクレームとか、まあそういうのに発展する可能性があるんで、ね、多分メーカーさんとしてはねこの辺なんかこう表現がね難しいところなんじゃないかな。なんか例としてはね棚の上に置いてくださいとかって書いてあるんだけど、まあこの辺はね難しいところですね。まあ、柔軟にね、使っていただければと思います。まあ、僕らライセンスフリー無線で趣味で使うのはあんまり想定してないんだと思いますね。価格の方もね、もう実勢価格出てきてるけど、4万円台って感じですね。5万円は切ってるかな。税込みで4万円台かな、みたいな価格になってるので、ちょっとね、僕らの、その、レピーター、ね、で更新したいっていう趣味においては、だったら DJR200D の方が安いよなみたいな話になっちゃうので、まあ、なかなかちょっと手出しづらい価格ではありますね。で、まあ、防水性能もないので、僕ら基本的に屋外で使いますからね、まあ、ちょっと使いにくいかもしれない。ただねこれモバイルバッテリーとかでも、駆動できるんじゃないかなと思うので、まあ、モバイルバッテリー持ってって山の上に一晩ね仮設レピーター設置して遊ぶみたいな使い方は、まあその電源っていう面ではねやりやすいよね。単三電池駆動にしちゃうとどうしてもその駆動時間がね短くなっちゃって、どうだろう、アクセスいっぱいされたらね、アルカリ単三乾電池で翌日持つのギリギリかなっていうような気もするので、そういった意味では、まあ、長時間運用できるんで仮設レピーターとかに使ってみてもいいかもしれませんが、まあ、ただ防水性能がないんでね、まあ、そこがどうかなってことですね。あとはまあボックスとかに入れて常設のレピーターに、まあ、使うってこともできると思うんですけど、まあ、電源が USB になることによる使いやすさっていうのがメリットとしてあればねいいんじゃないでしょうかね。でもまあ DJR200D でいいかなっていう気もしちゃいますけどね。でもまあ試してはみたいですよね。実際にこの、まあ、アンテナはね、4分の1の長いものなので、DJR200D と比べて送受信性能どうなのかっていうのは、まあ、僕らとしてはね、ちょっと気になるところなので、機会があったら試してみたいなというところではありますね。どうですか？レピーター設置とかしてる皆さん、これ、興味ありますか？はい、ぜひね、コメント欄で聞かせていただければと思います。はい、ということでね、これ発表直後にアタックさんからも、これいくらぐらいするんだろうみたいなね、LINE とか来てたんで、まあ、特徴のレピーター結構、作ってる、設置してるアタックさんは注目してたんで、やっぱ、レピーター設置する遊びをライセンスフリー無線でやってる人は気になりますよね。ビジネスユースの屋内向けモデルっていうのは分かってるんだけど、やっぱ気になるっていうのがね、はい、人情だと思いますんで。触ってみたいのは正直なとこですよね。ただやっぱ本当ビジネスユース向けなんで値段的にちょっと気軽に買える値段じゃない気がするんでね、まあ、その辺がどうかなっていうところですね。はい、ということで今日はですね、先週発表されたアルインコの新機種 DJP116R について解説させていただきました。万が一手に入れることがあったらまた動画で取り扱いたいと思います。アタックさん買ってくれるんじゃないかな、欲しいなみたいな感じだったから、アタックさん買ったら便乗して撮影させてもらおうかなっていうふうに思っています。この動画が良かった、役に立ったという方は高評価ボタンを押していただけるとももすけの動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。 X もやってます。説明欄のリンクから X チェックしてフォローしてください。以上、ももすけでした。バイバイ。